この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫ってこのざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。ガブはこの先だ。行こう。いつまでふぬけてる気だ。だがもう考えてみろクライブ。俺たちはまだ。ザンブレクの呼び笛だ。近くの砦は塔の昔に放棄されたはず。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや俺は。いいか、頼んだぞ。
シードのやつ、何が抜け道だ。相変わらず魔物だらけじゃないか。トルガ、何を。そいつを逃がすんじゃない。ガブ、なんだ。おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ。邪魔をするな。生きて返すな。
何やってる。どこにいた。ガブが追われてる。何、怪我をしてる。逃げ切れないぞ。分かった。この雷に撃たれるのはどいつだ。クライムお前は竜騎士をやれ。急げ。
クライム。ガブ、手を伸ばせ。助けて。助けて。助けて兄さん。今助ける。これでよし。まったくお前らしくもない。こんなヘマしやがって。奴らの頓傷はあさってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、あれは？奴は今、ロザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目で、ザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく、火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけか、お前は召喚獣になった。お前が、フェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。じゃあ、あれは何者だ？さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を？フェニックスの祝福に誓いを立てて弟の敵を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。シド、俺礼を言うならガブに。ありがとう、カブ。いやいや。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。もう一度あの地へ。そしたらあいつ、巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライブ！彼女、目が覚めたわ。そうか。うん。言ってやれよ。
さて俺には野暮用がある。グッズ出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。おお、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。え、何なの。ちょっとな。ほら早く行こうぜ。チル、親方にどやされる前に。本当にあなたなのね。ジル。クライブ。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か。ええ、クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは。驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか。なぜ鉄王国に。あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？すべて俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜そうだ、あの男俺に何か。何と言ってた。サンセス見つけたぞ。何をだ。クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。
ジル、俺は。わかった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。後でね、クライブ。出発する前に、支度を済ませておくか。ベアラー保護についてだが、モーグリさん可愛いね。なんて言ってるんだろうね。よう、クライブ、少しはここに慣れたみたいだな。悪くない場所だ。そいつは結構。実はまた頼みたいことがあるんだ。もちろんただでとは言わないだろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが、どうだ、やってくれるか。ああ、いいだろう。助かるぜ。それじゃあこいつをエントランスに居住区、あとチカローに届けてくれるか。みんな腹をすかせて待ってるはずだ。任せたからな。新しい部隊を作る必要があるな。ベアラー保護に当たる人員を増やすか。なるほど、これもヒューを使う。おお、新入り、いいところに。どうかしたのか。わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。わかった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それで、あんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。食べられる果物の種類を増やせないかしら。おや、何か用かい？ケネスから届け物だ。おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。さあじいさん、飯にしよう。もう、どうした？何を作る？よし、できたぜ。こいつなら敵なしだ。大事に使えよ。
これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。じゃあな。おう、どうした？あんた、まだこの牢に用があるのか？ケネスからだ。おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを。そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中の奴をほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。そろそろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボ臭いままお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。ありがとう。ケネスにもお礼を言っといてね。これで全て届けたな。ケネスに報告しよう。お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。今の悲鳴は。Thank you.
おい、大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ。よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど。土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。これくらいあれば十分か。隠れ家へ戻ろう。おお、戻ったか。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたが。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って？そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だがいいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるならあれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど。ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。これで肥料の研究が始まる。また何か入りようかい？ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。ああ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。ちょうどいただくよ。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。ガブに挨拶しておこう。なんだ、出ていくのか？ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。クライブ、
今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。分かってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。モーグリさん、かわいいね。ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。君と一緒に。行こうか。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを目指そう。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間、俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。ザンブレクのベアラー兵がこんなところで何してんだ。
建設途中の水道橋か。フェニックスゲートの惨事がなければ完成していたのかしら。そこの人、ちょっと手を貸してくれ。そこの人、ちょっと手を貸して。と、ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ねえ。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り俺の馬車はあの有様でな、チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。わかった、荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃあよろしく頼むよ。
Huh!
マーサの宿まであと一息だ。おい、ベアラー兵だ。上に知らせておくか。主人がついてる。あんたが馬屋番か。行商に頼まれて荷物を届けに来た。確かに俺宛てのようだが、ベアラーに荷物を預けるなんて。まさかあの行商に何かあったのか。馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。なるほど、そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。ギサールの野菜を。あれはチョコボの大好物だ。風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。ここらの街道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。節度を守ってれば儲けれたものを。あの行商も少しばかり欲をかいたようだな。何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。バイヤさん、
なきゃよかった。ベアラー兵か。あんまり変なことすんなよ。ガム、この宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。橋が壊れちまってんじゃ。クリスタルの配給があれっぽっちだなんて、この先は…あら、いいよ。今日も暇なんでしょ。あたしと遊んでよ。まだ見回り中。さあさあ買ってって。よく冷えてるじゃないか坊主。何をお探しで。お金が足りないよ。
はい、どうも。他に売るものは？はい、どうも。他に売るものは？持ってってくれ。ほらよ。毎度。ほらよ。毎度。持ってってくれ。毎度。ほらよ。カバンがいっぱいだな。道中お気をつけて。うまそうだな。宿でいらっしゃい。安くするよ。水道橋を建ててた頃が恋しいよ。え？あなたがこの宿のご主人ですか？かわいいお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい？できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。ならなおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に？だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。
そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。